皆さんこんにちは、あさひです。今日はタイトルでもお分かりの通り SK2 さんにご協力いただきまして、女優の桃井かおりさんになんと単独インタビューをさせていただきました。もうスキンケアのことだったり生き方のことだったり、時間の余す限りいろんなお話をさせていただきました。もうあれは夢だったんじゃないのかなって思うぐらい、本当に本当に一生忘れることのできない時間を過ごさせていただきました。 SK2 ってチェンジディスティニーっていうテーマを掲げているんですけれども、自分の DNA の限界を超えて運命を変えるみたいなね、そういった意味があるんですけれども、まさにその通りだなっていうふうに思いました。いろんな出会いやサポートだったりとかに本当に感謝しています。このインタビューをみんなに共有できるってことは本当に嬉しいし、何か感じてもらえたらもっともっと嬉しいなっていうふうに思います。素晴らしい言葉や、エネルギーにあふれるインタビューになっております。ぜひぜひ最後まで楽しんでください。それではスタート。 SK2 との出会いはいろいろなインタビューでお伺いしたんですけれども、うん、砂漠で映画を撮影した時に、映画じゃなくてドキュメンタリー、ドキュメンタリーだから日常が、朝起きたら寝袋で、はい、そしてトランクの上から6キロの水を下ろしてご飯作ってみたいな、本当にスタッフも役者さんも一緒に動き回るような撮影だったので、いやこれは大変だって言った時に SK2 を使ってたら染みにならなかったんで、それから信用してるんですけど。一番惹かれた点はその染みにならなかったっていうところが、染みにならないことももちろん重要だったし、その肌のダメージが全然なかったのが、やっぱりそれまでにほとんど、私ね25かそれぐらいに初めて口紅買ったりした女なんで、はい、それまでメイクとかもあんまり、したことなくて、それでコマーシャルの話が来た時に SK2 のコマーシャルがしたいかなと思って。桃井さんが20代30代で気をつけていらっしゃったお手入れの方法、もうとにかく取るってことですね。あ、とにかくものすごく一日の汚れを、顔を取るっていうのですかね。それはちゃんとお風呂に入って、蒸気当ててやる時もあるし、とにかくすっきりもう自分で汚れが取れてるなって実感できるまでやって、それからケアして寝るようにはしてましたね。すっぴんっていうのはごまかせないから、でもすっぴんを一番見るのは自分だから、はい、だから私はその自分が朝起きて自分の顔を見て本当の顔を見て、で寝る前に本当の顔にを見るのは自分が一番多いから、だからもう自分を嫌いにならないためにも日々のケアっていうのは、多分もう本当にこれ使ってあれ使ってってちょっとだけしか使ってないけれども、しなかった日はないと思います。桃井さんが大好きな SK2 のアイテムトップ3を挙げるとしたら、私これエッセンスと、ナンバーワンですか、それからやっぱりパックかな、パックね、フェイシャルマスクと、それから今ちょっとお気に入ってるのはシステムパワーってステンパワーってやつと、絶対男子に勧めたいのがこれとブースターっていうね、つけたまんま寝てしまえばいいパックがあるんですけど、ジェルが、はい、それはすごくおすすめですね、男子に。男子にで今ロスに半分住んでるんですけど、ロスって乾いてるから、そうですね、でみんな私のところに来てね、SK2 使ってお友達が良かったような気がするんだけどで差し上げると、はい、必ずお土産に買ってきてくれって言われるんですよ。でもね、使わせてあげたがためにもうご散財なんですよ。帰るたんびにもうだから変だけど飛行機の中とか、デューティーフリーのところとかで、どうして桃井さんが買ってんですかって言われるぐらい買っていくんですよ、お土産に。そうなんですね、いやもう本当に肌が間近で見ても本当に綺麗で良かったです。もしよろしければ、触ってもいいですか。あ、どうぞ。本当ですか、はい、いいんですか、すいません。すごい、触ってわかる。
や自分だって自分だって嬉しいです。皆さんすいません、私がお肌を触らせちゃいました。桃井さんのお肌を触らせていただきました。内面の部分もちょっとお伺いしたいなっていうふうに思ってるんですけれども、うん、今の女性ってこう社会での役割だったりとか、あとは家庭でもいろんな役割を果たさないといけないようになってきて、こういろいろ試行錯誤していると思うんですけれども、うん、社会と向き合って、そしてプライベートでもしっかりポジティブにストイックにやってらっしゃると思うんですけれども、うん、そこら辺何かアドバイスとかあれば。だって私よりも、私は子育てしてないから、うん、子育てして働いてる人もいるわけじゃない。そうですね、家事もして、そうですね、片付けもしてると思うのよ、家でお掃除とかも。だからそれはすごいなと、偉いなと思いますよ。だから SK2 ぐらい使わせてくださいってことですよね。本当ですよね。そうそうそう、私たち SK2 のメンバーも女性がほとんど一緒に重要なところを女性だったりしているので、はい、やっと日本にもね女性が働けるっていうか、そうですね、正々堂々といられる場所ができつつあるんだなと思って、本当に良かったと思って。子育ても、うん、まあ大変なのは大変でしょうけど、うん、上手になんか全てをどっか男子に助けてもらいながらやっていけるようになっていくんじゃないですかね。そうしないとだってやっていけなくなっちゃうでしょ。やっていけないですよね、うん、ただ子供も作らない、独身で過ごすとか言った結果はもう出たので、うんうんうん、だからみんなこれからは次の世代は上手にやっていくんじゃないですかね。多分見ている方皆さんが桃井さんってこう自信がみなぎっていて、ストイックで、うん、60過ぎるとね、なんかね恥ずかしがれないよね。なんかね、冷や汗、こういう仕事してると、はい、してて夜中に冷や汗かいてない人はいないと思うんですけど、でも謙虚にするっていうのがそんなにもかっこよくないんですよね。これぐらいになるとなんかもう実感として図に乗ってるんですけどみたいに、反対に先に打って出ちゃうみたいなところがあるんですけど、自信なんか全然ないですよ。ただ最善の努力はするので、その最善の努力するってことに関しては誰に言われることもなく、誰にも言わせないぐらいちゃんとやっているから、それでダメだったらもうそれはもう自分の実力だからしょうがないっていう考え方ですね。なんかまさか桃井さんの口から自信がないっていう言葉を聞くと思ってなくって、うん、なんか本当若い頃の映画とかもたくさん私見てきているんですけれども、もうその時点でもう今と変わらず自信が溢れて見えるんですよね、うん、で今の女性って私の動画とか見てくれてる方もそうなんですけど、やっぱ自信がやっぱない女の子ってすごい多いと思うんですけど、自信がある人っていないでしょ。でも高望みしちゃいけないってことじゃないんで、高みの見物にならないように自分の背丈もちょっと上を見て、はい、やっぱりそこに登りたいなと思って頑張っていくっていうのが日々のコツだと思ってて、そこを諦めると、あ、自分が嫌いになるでしょう。それが一番怖いと思ってるから、まあやれることはやってるよなと思って寝ないと疲れちゃいますよね。日々こう届きやすい目標を立てて、うん、でそれをクリアしてまたクリアしてっていうような積み重ねって感じですかね。対してちょっと頑張ればできることならやった方がいいよねっていう感じですかね、うん、なんかこう寝る前に、うん、これやらなきゃみたいなことができた時って、うん、もう先にやります。起きます。自分が努力しなかったことによって、自分がやらなかったことによって、うん、何か迷惑をかけるとか、敗因になるようなことが、うん、になるって分かってて寝るほどずぶとくないですね、うん、そのずぶとい人はそれで寝ちゃうと思うんで、はい、それで敗因が来てもそれはしょうがないっていうことですね。桃井さんにとって生きている上で一番大切にしていることは、だから最善の努力をするってことですね、うん、その時その時の最善の努力をすると、そうやって生きてると直感的なものも
養えるので、生き物だからそういったものも身につくと思うんで、私はねその五感を鍛えるためにも最善の努力をして直感的な判断ができるようにしたいなと思って生きています。見習います。本当にどうもありがとうございました。わざわざ来てくれてありがとうございました。